はい、こんにちは。えー、慶愛大学の総合地域研究所の第3回目のラウンドテーブルを、えー、今、放映しています。えー、今日はですね、えー、国際学部のですね、えー、教員を務めになられている大月先生から、えー、アフリカのお話を聞こうと思っています。えー、テーマとしてはですね、 アフリカの経済の光と影、経済成長の光と影というような大きなテーマになっています。それから、本日それに対しての討論者としてですね、同じく国際学部の折井先生に加わっていただいています。折井先生は国際経済、それから貿易のご専門ですので、今日はあの本当に。 幅広い範囲でアフリカ問題というのがお話が聞けるんじゃないかなと思いますね。えー、YouTube でご覧になってらっしゃる皆さん、えー、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で、あの、えー、ルールとしては、えー、レコーディングを皆さん、えー、許可なくしないようにお願い申し上げたいと思います。で、流れとしては、まず、えー、大月先生から基調報告をしていただいて、その後、堀井先生からの えー、お話を聞くということで、えー、今日あの YouTube 以外にですね、えー、皆さんの中に Zoom でつながっている方がいますので、その、えー、方々の討論という形で、まさにあのラウンドテーブルですので、そのなんか格差というかな、あのえー、自由ないろんな立場で、えー、ご意見を言っていただければいいと思います。はい、では、えー、まず、えー、大月先生。えー 本日えー、基礎報告となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、始めてからスタート。えっとご紹介いただきました大月です。今日はアフリカの経済成長の光と影というタイトルでお話しさせていただきます。では、スライドの方をまずはちょっと共有し,しますね。 はい、見えてますでしょうか、はい、では始めさせていただきます。今日はタイトルにありますように、アフリカについてあのお話をしますけれども、まず話をする前にですね3つほどお断りしておかなければいけない点があります。まず最初は、ですねアフリカと書いてありますけれども、実はそのアフリカといった場合に、ですねあの意味が2つあるというか、2通りの使われ方がします。まず1つはですねアフリカ全般 を指す、まあ、普通の使い方っていうんでしょうか、多分日本人の人のほとんどはですねアフリカって聞くと、アフリカ全体をイメージすると思うんですが、実はそのアフリカ研究をしていくと、ですねそのアフリカといってもアフリカ全体ではなくて、その一部を指す、まあ、そういうふうな意味合いで使うことがですね多くて、むしろそちらの方が暗黙の了解になっていると言ってもいいぐらいなんですねで。どういうことかというと、サブサハラアフリカ。 まあ日本語ではサハライナーアフリカといって、まあ、最近はサブサハラアフリカという言い方の方が多分多くて、ただ私自身がなんかサハライナーアフリカという方がですが、ね、慣れているので、き、まあ、今日はその言い方を使おうと思っていますけれども、北アフリカを除いたアフリカですね。まあ、このことを指してアフリカということが結構多いんですね。どうしてかというと、北アフリカはですねあの,他のアフリカ、サハライナーアフリカと比べると、まあ、経済的な面とか、それから歴史的な面、文化的な面でかなりです、ね、異質です。 むしろ北アフリカはです、ね、あの中東諸国との共通点が多いということで、例えばあの国際機関などの統計資料とかを見てもです、ね、サハライナンアフリカと、中東北アフリカといったような分類がされていることがあの少なくありません。で、今日もですね、あもこれからアフリカということで話をしていきますけれども、基本的にそのサハライナンアフリカという形で、念頭に置いて話をしているというふうにご理解ください。 それからですね、サハライナ・アフリカ、まあ、50近い国がありますけれども、その中でも、ですね南アフリカ共和国はやはりかなり異質なんですね。他のアフリカと比べると、いろんな面でやっぱ違うので、ちょっとやっぱそれも一緒に論じるのはどうかなということもあるので、き、まあ、今日はですね、その北アフリカと南アフリカ共和国を除いた、他かのまあサハライナ・アフリカ諸国についてまあ語っているというふうなことが、まず1点目です。2つ目はですね で、今も言ったように、その五十近い国があるわけで、その中にはですね、まあ、経済規模にしてもですね。この民族や文化的な特徴にしても、まあ、様々な、あの、国が。含まれますということはですね、これから、あの、話す内容というのはですね。個々の国については当てはまらないケースがたくさんあるということになりますね。全体的な傾向とか、その、大まかな、あの、動向について話をすることができても。まあ、実際に細かいケースを見ていくと、全く違う例とかですね、あの、それとは明らかに違うということが。 出てきますのでそういうふうなことはですねあのこの際、脇に置いておいて、とにかく全体にどういったことが起こっているのかということをですねあの傾向として捉えていきたいというふうなことであの話をさせていただきますで。そういうことからもですねあの統計資料に関してもあまり今日は出そうとは思っておりません。例えば、ですねあの途上国に関するデータを出す際に、中国とインドを除くとか、ですねそういう出し方がありますね。 で同じことがあのサハライナアフリカに関しても言えてです、ね、南アフリカとナイジェリアというです、ね、あの非常に経済規模が大きい国があって、この2つの国を入れるかどうかで全く動向が違ってきてしまうんですね。でナイジェリアは人口がまあ2億といったようなです、ね、非常に人口規模も経済規模も大きな国であることに加えてです、ね、アフリカ有数の、まあ 産業国ですから、その原油価格の動向によっても大きくその経済が影響を受けていて、まあ、その影響をです、ね、入れるか入れないかによって、全く数値が違ってきてしまうということもあるわけです。なので、あまり細かい数字とかを見るのはです、ねあの、そんなに意味がなくて、ただです、ね、大まかな傾向とかです、ね、動向とかを見る上では、そうした数値というのも、まあ、十分意味があるといったようなです、ね、あの立場で話をさせていただくということになります。 だから3つ目は、ですね最近の話に関しては、実はですねあまり私の方でよく分かっていませんので、できません。大体い,い今日話をする内容というのはです、ね、で2000年代に入ってから2015年ぐらいまでは多分こういうことだったというふうなことをあの話をさせていただいて、その後はですねまだよく分からっていないことが多いんですけれども、ちょっと世界経済全体も、で世界経済がですねあの変わるとアフリカも自動的に変わるんですけれども、まあ、その どう変わったかという部分がです、ね、あの不確定なんですが、でも、まあ、とりあえずまあ変わってきているということがありまして、でどう変わっているかということについてはです、ね、聞かれても実は分かりません。ただ、ね、今日する話というのは、今現在進行中のことであるとかです、ね、これから先に起こるであろうことをです、ね、どのように見ていくか、どのように理解していくかというにあたってです、ね、まあ、ヒントになるようなこと、その手がかりになるようなことをお話しできればと思っております。よろしいでしょうか。では、話をさせていただきます。 まず最初にですね、アフリカ、サハライナアフリカの経済成長ということですけれども、ま、ず非常に大まかなことを言いますとですね、アフリカの経済成長ということがですね、注目を集めるようになったのは2000年代に入って以降です。実はそれまで、1990年代まではですね、アフリカは経済成長しない大陸、他の世界の地域が成長していく一方で、アフリカは取り残されていって、どんどんその終焉化が進んでいくといったようなです、ね、見方が支配的でした。 ところがですね、その90年代からそんなに経たないうちにです、ね、全くそのアフリカに対する見方が変わってです、ね、2000年代に入ると、アフリカの経済成長というのがです、ね、注目を集めるようになりました。その際によく使われた言葉がいくつかありますけれども、一つは資源大陸ですね。アフリカはまあ国によってももちろん違いますけれども、さまざまな天然資源が豊かな大陸です。 そうしたことがですね注目を集めて、その資源大陸としての脚光を浴び、ですねその資源開発のための投資も盛んに行われるということからあの取り上げられることが増えました。それから経済成長をすることによって、ですね、まあ、人口も増加をしておりましたし、アフリカの市場がですねこれまであまり重要視されていなかったものが、まあ、将来的にですねあの経済機会を提供するものであるとして、まあ、注目を集めたということが、まあ、最後のフロンティアと言っていうような言い方で、あの 言わこのようにです、ねえー、と90年代から90年代までと2000年代以降はです、ね、全く対照的な姿を見せているあるいはそのようにあの伝えられてきているのが、まあ、サハラニア・アフリカの状況で、まあ、その経済成長の問題について、まあ、取り上げていくわけですけれどもで確かにです、ね、あの実際にそのアフリカの姿を見てみるとこんなに変貌しているのかということはです、ね、あの驚くほどのものがあります。 特にまあ首都の大都市ですね。そこではあの富裕層が顕著に増加をしてですね。で彼らを対象にしたまあ様々なビジネス。まあ、不動産であるとかですね。まあ、電化製品や自動車とかですね。そうしたあのまあ消費財 を扱う様々なビジネスが好調に展開されていていた、まあの外国から行くとです、ね、あの首都から入りますからそこに行った時のその変貌分野は凄まじくてです、ねまあ、その経済成長の様子をまあ実感するということが多いわけですけれどもただです、ね、一歩,一歩奥地に入ってみるとあまり変わっていない。 田舎でも例えば携帯電話の普及とか、ですねあのこれまでなかったものが入ってきて、そういった部分での変化が起こっているんですけれども、でもその経済成長の内実といったような形で見ていくと、ですね実はその本質的な部分に関しては変わっていないという,ようなことがあるんですが、とりあえず、目で見てもびっくりするぐらいの変化が起こっているし、それからその経済成長率を見ても、ですね明らかにあの変化が見られているということがですねあるわけです。 じゃあ、まずこの経済成長率をどのように理解すべきかということから話をさせていただきますけれども、まずですね、なぜその90年代までは経済成長しないと言われていたのかということから、です押、ね、さえていきたいと思います。で、それまでよく指摘されていたのがです、ね、でそのアフリカ諸国の経済の問題ですね。で、これらの経済の問題というのは、ですねその原型となるようなものは、植民地時代。 アフリカはごく一部を除いてヨーロッパ諸国の,あの植民地支配を受けていまして、でその経緯で、まあ、植民地経済と言われるような経済があの形成されましたで。それは独立当時のアフリカ諸国の経済状況であったと同時に、ですねそれからまあ60年ぐらいが経過して、現段階でもですねその基本的な部分においてはほとんど変わっていない。もちろん、この間にですねその経済構造からの脱却を図ろうというさまざまな取り組みはあったわけですけれども。 例えば工業化などは、ですねほぼすべてがまあうまくいかなかったというようなこともあって、ですね依然としてその経済構造そのものは変わっていないわけですが、その経済構造がですね結局、アフリカが他の地域、特にアジアなどと比べると成長しないと言われるようなですねあの理由として挙げられていました。まず1つ目は、ですね一次産品依存ということですね。一次産品というのは、農産物と鉱物資源とをまあ総称している言葉ですねで。アフリカに関しては輸出品 まあ主要な輸出品がですね、まあ、農産物であるか、鉱物資源であるか、あるいはその両方であるかという国がほとんどで、まあ、工業製品とかをですね輸出するということがほとんどありません。例えば南アフリカ共和国とかは、ですねあの周辺のアフリカ諸国に対して、工業製品をそこそこ輸出して,していたりしますけれども、そのアフリカの範囲を超えてですね、工業製品を輸出しているかということになるとですね、 ほとんどない特にその北アフリカに比べるとです、ね、サハライナアフリカに関しては全くと言っていいぐらいですね、ないわけです。でそうして一次産品に依存する状況というのはです、ね、あの元々あったわけですけれども、今もう変わっていなくて、とにかくその一次産品に依存しているということはです、ね、まあ、特に90年代まではです、ね、まあ、その経済成長に逆行するというような要因として挙げられていました。まあ、その一時産品品価価格格に比べるとです、ね、工業製品価格の方が まあ上昇傾向にあるというわけでしょうかね、高う条件という言葉を使えば、ですねアフリカ諸国が輸出している一次産品の価格は低迷、あるいは下落傾向にあって、それに依存している限りにおいてはですね将来性がないということが言われていました。さらにはです、ね、この括弧1の問題とまあ重なるというか、ですねそもそもなぜ一次産品に依存するようになったかというと、その植民地の時代にですね特定の品目を生産をして、それをですね、 宗主国、植民地を所有している本国の方に輸出するように経済が作り変えられていったからだということにもなるからなわけですけれどもね、その結果として出来上がったものが、いわゆるモノカルチャーと呼ばれる経済ですね。モノカルチャーは、まあ、単一栽培という言葉なので、厳密な意味でのモノカルチャーの国というのは、アフリカにもほとんどありません。ですが、例えば2つとか3つとか、ですね少数の輸出品目でほとんどを占めているという国がですね非常に多くて、ですねこれは良いことではありません。 もちろん、主要輸出品,輸出品の,です、ね、あの状況が、例えば国際価格が好、ね、調であるとかといったようなことがあればです、ね、経済的にそれがによって潤うということはあるわけですけれども、基本的にです、ね、良いことも悪いことも起こりますから、その際に少数のものに依存しているということはです、ね、非常にショックに弱いというです、ね、あの弱点があってです、ね、こうしたの問題を抱えているというのがです、ね、あのアフリカ諸国の経済の問題としてやっぱ指摘をされてきました。それからです、ね、あの輸出をしている 農産物とか、それからの鉱物資源ですね、そして輸出部門というのは、ですね、それ以外の伝統的部門というんでしょうか、そことなんかあの二重経済を構成しているという特徴があります。あくまでもですね、そのアフリカの経済の中でも近代化をしているのは、海外向けにです、ね、輸出を行っているような鉱山、工業部門、マイニングの方ですね、そちらの部門とか。 それからですね、農業の中でも輸出作物を栽培を中心とする部門に関しては、まあ、近代的な生産様式が入ってきてですね、近代化が進んでいくわけですけれども、まあ、それは全体から見ればごく一部であって、まあ、海に浮かぶ島のような存在でですね残りの部分というのは伝統的な農業、まあ、農業は世界的にいえばですね、あのかなり昔とは違う農業になってきていてですね、まあ、近代農業という形で生産性が高く 高くないそれからその生産したものはですね基本的に市場で売却するという形の農業になっていますけれども、アフリカの地方の、あるいは大多数の農民が続けている農業というのは、ですねその伝統農業の色彩が非常に強い農業で、でその農業というのは、ですね、えー、例えばですね近代農業が行っているような豆乳剤。 医療とか農薬とかはあまり使いません。それからですね。あの灌漑設備というもので、非常にあの未整備の状況になっています。で、どうするかというと、その雨に依存する天水に依存するようなですね。農業を行っていてそのためですね。まあ、生産性は低いし、非常に不安定だということになります。まあ、その結果としてですね。人口の多数がまあ貧困の状態になるということとですね。その農業の問題というのは聞いても切れないわけです。けれども、もまあ、そうしたですね。問題があって。 でこれなどは、ですね例えばアジアと比べてみると、あの結構分かりやすいかなと思います。アジアも、ですね例えば東南アジア諸国なんかでも、1950年代の頃まで遡ればですねあまりアフリカと状況はあの変わらなかったわけですね。一次産品に依存する経済であって、ですね、まあ、農業中心で。ところが、ですねその東南アジアなどのアジア諸国に関して言えば、ですねその後に、 工業化に成功してですね。いつの間にかその輸出品の中心はま工業製品にあの移行することになったわけですね。で、その前には農業部門の大きな変革。農業生産性が大きく伸びたことがですね。その工業化に大きく貢献をしたといったようなそういった指摘がされると思います。けれども、もまそうした変化があったのに比べるとですね。未だにそういったあのことが起こっていない。 そのままで90年代ぐらいまで来てしまっていて、これは今後もです、ね、その将来的にそのアフリカの経済がです、ね、あの成長することはないのではないかといったような悲観的な見方が非常にあの多かったわけです。ところがです、ね、2000年代に入ると、全くあの様相が一変をします。急にです、ね、そのアフリカ諸国の経済成長率が上がったわけですね。でなぜかというと、それは一次産品の価格がです、ね、あの高騰したことによります。 でなぜ一時産品の価格が高騰したかというと、ですね、これはもうお分かりだと思いますけれども、中国やインドなどの新興国がですね、経済成長したことによります。まあ、中国、そしてインドのですね、経済成長は目覚ましいものがありますけれども、非常に多くの人口を抱えるこれらの国々が経済成長したことによって、ですね、まあ、それまであまりですね、資源の消費とか、ですね、あるいはその。 まあ贅沢品に属するようなまあ農産物の消費といったようなものが少なかった国らの国々の消費者がですね大量に消費するようになり、あるいはエネルギーの需要も増えて、その結果、一次産品の価格、資源価格を中心とするもあの価格が上あの高騰したということが背景にあります。アフリカ諸国はですねあの 成長しないと言われていた時もそうなんですけれども、その輸出しているものの価格がどうなるかということによって、かなりその経済動向が左右されるというふうな形で動いてきていますので、まあ、それが上がったということによってです、ね、全く様子が違ってしまったわけです。で先ほどの話とです、ね、あのまとめますと、そのアフリカ諸国が抱えていた、これでは成長しないと言われていたその経済行動の問題は全く変わっていないのに、まあ、成長率だけが上がったという現象がです、ね、2000年代以降に見られるようになりました。 そしてです、ね、2015年ぐらいからですかね、それまでとはちょっとまその世界経済の動向が変わってきまして、一次産品価格がです、ね、やや低迷するようなあのことが見えてきています。そうすると、アフリカ諸国の経済成長率も、ね、ちょっと鈍化をするといようなことがあって、その世界経済の動向によって、非常に影響を受けやすいということそのものは全く変わっていなくて、ただです、ね、その2000年代からしばらくの間に関しては、それまでなかったような高い経済成長率を記録をしていたということがあります。 ただ、これに関しては、ですね、あの先ほども述べましたように、ですね、非常にその限定的なものであるというふうな見方をあのすべきだろうと思います。まず、ですね、その経済成長しているといっても、ですね、非常にそれが限定的だということになりますね。まあ、資源やそれからまあ輸出農業も一部含まれると思いますけれども、基本的にはですね、その資源体育として注目を集めて、そこにまあ投資が相次いで,で、その輸出が伸びた。 価格も好調であったということからですね、起きた経済成長なので、その経済成長がどこで起きているかってことで見ると、まあ、輸出部門にほぼ限定されるものということになりますね。その結果、受益者もですね、まあ、都市部の住民や、それから鉱山地域に住む住民などにほぼ限られていてですね、人口の大多数を占めるような、まあ、昔ながらの伝統的な農業となっでいる農民というのはですね、ほとんどその恩恵を受けてはいない。もちろんその家族とかですね、あの親戚などが、 そうした都市部とかです、ね、でその高難地域などで働いていて、ですねそれで高い収入を得て、それを仕送りをするとかですね、そういった変化は一部はあることはあるんですけれども、まあ、基本的にですねその受益者は一部に限られているということですね。まあ、これは別に多分、アフリカに限らず世界的にですね各社が拡大をして、ですねその受益者とそうではない、その他の人たちの間の,各あの差が激しくなっているということはあると思うんですが、アフリカにおいてもそれは例外ではありません。そしてですねえっ、ー、と 地方の人たちはどうなるかというとです、ね、先ほども言ったような、雨任せで,で、近代農業に不可欠の投入、ね、剤もほとんど使わないような、そして自分たちが食べるものをあの生産するための農業、自給自足の色彩がかなり強いような農業を従事している人たちがいまだに多くいてです、ね、まあ、その状況は変わっていないということになります。 それからです、ね、その経済成長していると言いましたけれども、その経済成長の利益は、ね、もちろんその一部に関しては今言ったようにです、ね、都市部や鉱山地域の住民に流れていっているわけですけれどもね、だからその富裕層を対象にしたです、ね、あのビジネスなどを行っているところにも流れていっているということが言えると思いますけれども、ただからその投資に従ってです、ね、まあ、中国などが積極的にさまざまな投資を行っていますから、そういった部分での インパクトはあるわけですけれども、もう一つ、ですねあの抑えておかなければいけないポイントがあります。それは、ですねあのアフリカに関しては、まあ、資源大陸ということで注目を集めて、工業部門にですね、まあ、ヨーロッパやアメリカ、そしてですねあの非常に飛躍的の伸びを示しているのは中国からの投資ですけれども、そういうところが投資を行って、まあ、その結果、ですね、まあ、それがあの急にあの原動力となって経済成長をしたわけですけれども、それはですねあの外国資本によって行われてきたということですね。 アフリカにはあの十分な国内資本がせあの育っておりませんし、から後でも述べますけれども、かつてですね、そのアフリカの政府が行っていたような国営企業、国営鉱山がですね、あの民営化されたということがあって、その民営化の際にはです、ね、やはりその国内資本が未成熟ということもあってです、ね、欧米諸国の多国籍企業が、ねまあ、それを買収するという,ようなことで行われていましたけれども、やはりその工業部門の投資というのも、かつて の民営化以降の流れの中でですね外国省によって行われてそうなるとその資本その利益というのがですねアフリカの国内ではなくて海外に流れ流出していってしまうという問題がですね指摘されてきました。まあ、これはその事例によってあの異なることではあるんですけれども例えばですね昨年撤退しましたけれどもザンビアという銅を輸出している国があります。まあ ザンビアはかなりその物を借りた経済に近い状況の経済を持っていた国ですけれども、その一種輸出品がまあ銅とかですね、あとその副産物になるようなものが大変を占めていた国ですけれども、そうした国でですね、かつてその民営化をする際に、ヨーロッパの企業にですね、ヨーロッパというか、の、 イイギリスとスイスとに本局、グネンコア社という企業ですけど、ね、そこにあのコーダーの一つを売却したわけですね。ところが、多国籍企業の場合には、ですね、移転価格というものをです、ね、利用することによって、まあ、利益を海外のですね、税金が安い国に移すというふうな手法をあの取るケースがあります。 結局、あの、様々な国にですね、あの、子会社があったりですね、あの、系列会社があったりすることなので、その間の会計上の操作を行うことによってですね、利益をあの税金安い国に移すというふうな処理をします。そうするとですね、例えば、道の,の国際価格が上昇してもですね、ザンビア政府に納められるあの税収に関しては全く伸びない。 本来だったらばです、ねあの、経済成長によって、それによってあの政府の税収も豊かになってです、ね、それによってさらにその経済成長につながるようなさまざまな政策のための資金として活用することができたであろうに、そうはならなかったといったような現象が実際起こっています。でもちろん、鉱山などで働く労働者はです、ね、それなりに高い給料をもらっていて、そういった意味での,、ね、あの限られた部分でのインパクトはありましたけれども、例えば鉱山周辺地域に住む住民ということで見ればです、ね、全くその恩恵に欲するどころかですね、 銅鉱山というのは、ですねかなりその環境に負荷を与える可能性が高くて、日本でも昔の麻生銅山とかの公害問題があったと思いますけれども、同じような現象がですねあの実際にザンビアでも起こっていて、むしろその環境悪化によるですね健康被害とか農作物への被害といったようなこと,です、ね、ことが起こっていて、ほとんど恩恵が受けられないといったようなことがです、ね、起こったケースもあります。でこうした問題というのは、もちろんですねあの法律に違反をしていたりその、 球団されなければいけない問題ではあるんですけれども、そのアフリカ諸国の政府の場合、なかなかその多国籍に立ち入ることが難しいということがあります。まあ、資金も乏しいですし、それから人員の面でも限られていてですね。結局、調査能力が乏しいためにですね。なかなかそれに立ち入りできないということがあってですね。問題があるのは分かっているけれども、なかなかそこに突っ込めないという問題があったり、あるいは国によってはですね。そうして、外資と癒着をして、そこから賄賂などをもらうことによって、まあ、それを見過ごすことによって自分たち。の 知的な利益を追求するといったようなケースもあったりして、ですね結局、その経済成長をしたけれども、その利益というのがまあ一部にかけられてしまったり、海外に流出してしまったりというようなことがですね起こっていたわけです。でそもそも、ですねじゃあ、なぜその外資受動になったのかという部分に関しては、もともと国内資本が未成熟であったという話はしましたけれども、それ以前に遡ってみると、ですね非常にそのアフリカ諸国にとってはその経済成長のタイミングというんでしょうか。新興国の 経済成長によってです、ね、資源価格などが高騰したという時期が、まあ、あの間が悪かったというかです、ね、巡りやすさが悪かったといったようなです、ね、ことがあるわけです。でまずはです、ね、あの80年代ぐらいまで遡ります。で80年代から90年にかけてです、ね、アフリカ諸国の多くが経済危機に見舞われます。えっと、きっかけになったのはです、ね、第二次石油ショック後の世界不況で、 一次産品価格がです、ねまあ、低迷、下落したということがです、ね、大きな要因です。それからです、ねまあ、その時期に起こった現象としてはです、ね、東側諸国のまあ経済的な低迷、さらには東側諸国のまあ解体にまあつながっていきますけれども、まあ、そうした状況というのがです、ね、アフリカ諸国にとってはまあ不利に働きますで。どういう結果になったかというとです、ね、最終的にはその先,進国先進諸国、西側諸国です、ね、とアフリカ諸国の まあ力関係のバランスということでいうと、圧倒的に先進国側が有利になったという変化が起こったのが80年代から90年代にかけてですね。1つは今言ったように、ですね経済状況が悪化をしたことによって、えー、とむしろですね70年代の後半は比較的、その C3 便価格が好調であったということもあって、流れとしてはあの70年代の前半にですね石油ショックがあって、それから資源ナショナリズムといったようなですね動きがあってですね。それがあの ある程度インパクトを与えたかなと思いますけれども、比較的ですね、アフリカ諸国のまあ輸出収入が伸びた時期があってですね、でその時にまあそれをあの当てにしてというか、それを見込んでですね、まあ、かなり海外から借り入れを行ったということがあったわけですね。ところが、その数年後にですね、世界不況が起こってですね、金利も上昇しましたし、とにかく支払いが増えてしまったということがですね、あの あったわけです、すそ,それからですね、80年代に入るぐらいまではです、ね、アフリカ諸国に関しては、西側諸国とのです、ね、関係が悪化をした場合にはです、ね、ソ連など西側諸国と経済関係を結ぶことによって、そこから支援を受けるというです、ね、もう一つの方法があ,あることはあったわけですね。でむしろその経済政策という面でいえばです、ね、植民地から独立をした。 植民地を支配をしていたのは西側諸国であるというようなこともあってです、ね、むしろその社会主義的な傾向を持ったです、ねまあ、政策を採用していたでアフカ諸国が多かったということもあってです、ね、東側諸国との関係は結構、機密だったというケースが述べられました。ところが先ほども言ったようにです、ね、80年代に入りますと、東側諸国自体がです、ね、余裕がなくなってしまって、援助ができなくなる。そうするとです、ね、まず経済の悪化によって援助が必要となってきて、 でその一方で、東側諸国にはまた耐えられなくなって、どうしたかというとです、ね、結局、西側諸国に耐えられざるえなくなったということからです、ね、非常にそのアフリ諸国の,あの、西諸国との力関係がです、ね、あの不利に働いたということがあの明らかになったのが80年代からですね。で結局、最終的にはです、ね、西側諸国のまあ言いなりというかです、ね、西側諸国が求めるような経済政策、経済改革を行うことを条件として、援助が行われる。 あるいはその債務のですね、減免とか国でも行われるというような形で、あの事態が進行していきます。まあ、援助、あるいはその債務の免除や軽減とですね、特定の経済政策の実施がセットになっているということですね。でその場合の経済政策というのはですね、あのまあ、世界的な流れということにもなりますけれども、まあ、市場経済を重視するようなですね、そういった経済政策ですね。先ほども言ったように、それまではかなりその、まあ、統制経済に近いような 例えば基本的な物資の価格はあの政府が固定価格で今日あの提供するとかですね、国営企業とか国営鉱山など、かなりその政府がですね担い手として経済に関わっていったようなことが多かったわけですけれども、そうしたものに関してもっと自由化をする、為替レートに関しても、ですねそれをまあ自由化するといったようなことがあって、さらにはそういったあの赤字の原因となっている国営企業とか鉱山なんかに関してはです、ね、まあ、それを民営化するとか売却するといったような話が。 なってきてきそうしたことを条件としてまあ援助を行うといったようなことがですね、あの起こってきたのが80年代の後半から90年代にかけてですね。でその頃東大冷静が終結に向かったことによって、その西側諸国のですねあの、まあ、資本主義という、まあ、市場経済というその経済の仕組みと、から民主主義という政治体制こそがのの正しい道であるといったようなことがですねあの求められていって、その経済回復と並んでですね、 民主化というふうな動きも見られたということがあります。でその結果、何が起こったかというとです、ね、90年代にはです、ね、かなり多くの国でそれまで政府が保有していた企業、ね、や鉱山などがです、ね、外資に売却されるということがあって、でその結果です、ね、あの2000年代に入った頃には、アフリカの諸国の,です、ね、あのかなり多くの数の鉱山が外資によって所有されていて、結果的にです、ね、せっかくその一時産業価格が高騰したことという、その 恩恵があったにもかかわらず、それを十分活用できない状況が生じてしまったということがです、ね、挙げられるわけです。はい、ということで、ですねその2000年代からの、えー、とアフリカ諸国の経済成長というのはです、ね、これまでも言ったように、そのアフリカ諸国が抱えていたようなです、ね、経済の問題というのは全く変わっていないにもかかわらず、その外因的な要因によって見られた現象であって、それ以外にさまざまなその限界面がある。 人たちが一部であったり、ただ利益の,あのかなりの部分が海外に流れてしまっているというような問題があって、その状況で、さらにアフリカ諸国はです、ね、経済成長を続けることができるのかといったようなです、ね、あの問題が設定できると思うんですが、それに関してです、ね、あのまあ、今、進行中の話でもあるので、何とも言えないということが正直なところなんですけれども、いくつかです、ね、あのお話をしたいと思います。 1>, あと1つ目はです、ね、先ほども話をしましたけれども、農業部門が変わらないことにはどうにもならないということですね。えー、とアフリカ諸国はです、ね、まあ、都市化が進んでいてです、ね、都市部の住民は増える傾向にあります。でもちろんその背景にはです、ね、特にその2000年代以降になるとです、ね、あの都市部では経済成長が起こ,あの起こってです、ねで、地方はあまり変わらないという状況から、都市部に行って、そこであのより良いその経済状況、経済生活を目指したいという人たちが まあ若者を中心にいたということがあるわけですけれども、まあ、それでもですね人口の多くがまだあの地方で農業を営んでいます。まあ、国によって若干の違いがありますけれどもね、ね人口の過半数が農業に従事しているというですねあの国が非常に多いです。でそうしたときに、ですねあのですからまあまあ鉱物資源がある内に関しては、国によって差がありますけれども、農業が中心だということに関しては、ですね、まあ、ほぼすべての国にまあ共通する特徴で,で、しかもその 労働人口という点で言えばですね、まあ、農業がまあ一番の多くの人たちをかか、人口を抱えている産業なわけですね。で、それが変わらなければどうにもならないだろうという話になります。先ほど、そのアジアの経済成長の話をしましたけれども、アジアの場合にはですね、農業部門の飛躍的なまあ生産性の向上があって、その結果ですね、一方にはその余剰労働力というものが生まれて、それがあの工業化の際の,あの労働力として供給されるということが起こりましたし、から生産性が伸びたことによってですね、 食料価格が下落をして、その結果です、ね、工場で働く人たちに支払う賃金も安くて十分済んでいたという、そういったメリットがあったことがまあ工業化の一つの要因として挙げることができると思いますけれども、アフリカの場合はです、ね、いまだにその生産性が低い農業をする人たちが非常に多くて、でそこがどうにかならないうちはです、ね、まあ、経済構造を大きく変えていこうと思っても難しいのではないかという話ですね。 ただ、これに関してはですね、あのこれまでもそうなんですけれども、農業部門というのはですね、あの政治家とかは口を出せばですね、非常に重要だとかですね、あの非常にこれから変革していこうということは言うわけですけれども、実際を見てみると、なかなかですね、農業部門に回る資金というのが限られていて、むしろですね、あのずっと的的に見ればですね、アフリカの農業部門というのは、工業化のための資金をそこから奪ってくる。そういったですね、あのものとして位置づけられていて、 それをなんか成長させようと言っていったようなことはほとんどなかったわけですねで。どうしてそういったことがあったかというとです、ね、まあ、それはだから今のそういった行動そのものはまた変わっていないと思うんですけれども、結局、アフリカ諸国に関してはです、ね、まあ、最近はその選挙を行って政権交代するというケースも、いくつかの国では実際に起こってはいますけれども、まあ、クーデターとかですね、そういったことによって政権が変わるということもです、ね、あのしばしば起こってきています。 でそうなると、ですね、まあ、選挙によって決めるというのであれば、ですね人口の多数を占めるその農民の動向というのが非常に意味を持つわけですけれども、クーデターとかです、ね、そういったものによってあの政権があの変わる可能性があるということになると、ですね、まあ、何が重要かというと、都市部の住民がおとなしくしているかどうかである。 でそのためにですねアフリカ諸国の政府は、ですね都市部の住民を優遇するような政策運営を行ってきていて、農業部門とかですね地方の住民のことをないがらにしてきていて、それが長い目で見るですねその経済の低迷の原因になっていたといったようなですねあの施設があの展開されていますで。そうしたことも踏まえて、ね、結局はその部分的なあの経済成長、限定的なものということで、アフリカの未来はやはりないだろうといったようなことになってくるわけですね。 で人口の,あの過半数が食料生産に従事しているとかっていう話はです、ね、決していいことではなくて、例えば日本とか他の国でもです、ね、何百年か前まで遡れば、人口の大多数は農民だったわけですね。日本でも江戸時代は8割が農業、まあ、農民だったわけで、それはどういうことかというと、農業の生産性が低くて、8割の人たちが農業に従事しないと、必要な食料が生産できなかったということで、要はだから農民が多いということは、あのそういうのに近いということなので。 で非常に皮肉なことに、ですね、人口の過半数がですね、農業従事しているにもかかわらず、食料を輸入しなければいけないといったようなです、ね、あのことがあのいくつかの国では実際起こってきました。だから個別のレベルで見ると、ですね、農民のなんかレベルでもですねあの、食料を購入しなければいけないといったようなですね、あのケースがあ,のあります。例えば借金とかをしている農民なんかの場合はですね。 その借金を収穫のにあに返済をするわけですね。ところが収穫直後というのはの農産物の価格が非常に下がっているので、安い価格で売却をしてで、そうするとまた生活が苦しくなってくるので、まあ、借金をして、でそれであの結局、その食料をですねあの自分で食べる分まで売ってしまうので、あとからその値上がりした後にまに購入するとかいうことになると、食料生産をしているのに、ですね差し引きで見るとマイナスだったりとかっていうことが起こるような。 個人のレベルでも国のレベルで見てもですね。そういったことがあって、これをまず何とかするということがですね。あの必要だろうと思います。そしてですね。あの最近では世界的にやっぱ食料需要とかですね。その農地の不足といったようなことがですね。あのあ,ありまして。例えばその。 中国や韓国など、いくつかの国がですねそのアフリカの農地を買い占めて、そこであの生産を行うといったようなこと動きもあったり、ですね非常になんか先行くとしてはあ、あまり明るい見通しというのは、ね、立てづらい状況になっています。それから、ですねやはり経済成長をするためには、ですねやはりそのその広いというか、さまざまな分野が有機的に結合する形によって進んでいくということが望ましいと思うんですが、まあ、そうなっていないということをですねあの変えていく必要があると思います。 例えばです、ね、教育とかです、ね、あの保険医療とかです、ね、そういったものに対する投資というのはです、ね、長い目で見た場合にその経済成長につながっていくような要因だとは思いますけれども今のところそこまで,です、ね、あのやる余裕がないというかむしろその経済危機の後経済改革をする中でその政府の支出がです、ね、削減されと同時にです、ね、受益者負担といったような原則が導入されることによってです、ね、むしろその社会部門の投資というのはそれまでの方方が多かったような国も。 あるような状況なので、とてもその経済成長の利益をですねその将来のための投資に回していくといったようなチャンネルがなかなか出来上がっていません。ただ、ですねもしアフリカが今度、今後何かをしていくということであれば、ですねその資源価格の高騰などによってもたらされる利益はですねそれをあの的確にあの再配分することによってといったようなことを考える必要があると思うんですが、まあ、それがねあのなかなか難しいという問題を指摘しておきたいと思います。そうした中でですねあの1つ まあこれは希望の光というかですね、まあ、実際にはまだあのごく限られた規模のものなので、インパクトとしては決して大きくはないんですけれども、ただ将来的にはですねこういうものを広げていくことによって、なんとかその光が見えてくるんじゃないかといったようなものがですね、ここに挙げた BOP ビジネスですね。BOP というのは Base of the Pyramid、もしくは Bottom of the Pyramid の略でですね、ピラミッドの底辺という意味になりますね。で、途上国ではあの富裕層、 人口が少なくて、ですね圧倒的に多くは貧困層であるということをですねピラミッドに例えた図,あの図形であの表現をします。で、BOP ビジネスというのは、ですねその途上国において人口の大多数を占めるですね貧困層をまあ念頭において行うビジネスのことですね。例えばその貧困層に必要なですね、まあ、栄養食品であるとか、ですねそれからあの衛生 用品であるとか、そういったようなものをです、ね、安く提供するようなもあのビジネスであるとかです、ね、あるいはその貧困層の人たちに対してまあ雇用を提供をするとかです、ね、あるいはその農民の栽培をしているようなです、ね、作物を原料として何かを行うといったようなです、ね、それによってその農民の収入につながるようなものとか、まあ、こういったです、ね、あの貧困層が必要とするこの生活管理につながるようなです、ね、あのものを安く提供するようなビジネス、あるいはその貧困層の雇用や 収入を創出につながるようなビジネス、そ,はその両方を兼ね備えたものといったようなビジネスのことを指します。例えば、サラヤという日本の企業がです、ね、アフリカで取り組んでいるビジネスの中にです、ね、あの消毒液、アルコール消毒液ですね、あのそれをあの現地で生産して、それを引き延びていこうという,ふうなビジネスがありますけれども、例えばです、ね、あのそれに関してはそのアフリカの,あのサ,トサトウキビ。 の栽培が昔から行われていて、それをね元に例えばあの地酒ですね、まあ、そういったものを作っている国があるんですけれどもね、そうしたあのアルコールの原料のある砂糖基盤を栽培しているんだから、それを原料にして作れないだろうかという,ようなことを検討していますけれども、こうしたその消毒液というものはですね、まあ、感染症の流行をまあ防ぐといった意味で、ですねその貧困層の生活改善につながるという部分がありますし、からその農民がです、ね、あの砂糖基盤を栽培することによってその、 それを売却して収入にながるということであれば、ですねその収入、そうしてにつながるといったような、あのそういったあの意味合いを持つものになるわけですね。で資源ビジネスに比べれば、ですね圧倒的に規模が小さくて、利益もそんなに上がらないので、まあ、世界的にあまり注目をされてはいませんけれども、それでもですね結局はその底辺から、あるいはその人口の多数を占める貧困層の部分から変えていかなきゃいけないということを考えれば、ですね非常に注目を集めるべきものだし、それをなんとか広げていくということをですね。あの に取り組んでいいくべきだろうと思いますでほぼ話をしてきたんですが、えー、と少しだけですね補足をしておきたいと思います。でまず一つはですねあの最近ではそのアフリカに関するあの情報というのはですねあの日本でも普通に手に入るようになりましたし。あの インターネットの発達によって、ですねあの、いろんな情報を集めることが可能なんですけれども、ただですね、やはりそのアフリカに関する情報というのは限られていて、なおかつですね、あの一定のまあ偏りが見られるということですね。で具体的には、やはりその欧米諸国を経由して、その欧米の見方といったものがですね、あのかなり、それに従った形でのまあ取り上げられ方というんでしょうか。 それがあるわけなんですねでそれだけで見ているとなかなかそのアフリカの状況というのは分かっていかないだろうと思います。えーっとですね、西側諸国というのは日本で見ていると、まあ、非常に民主主義を標榜していてです、ねまあ、正しいことを世界で行っているというようなことになりますけれどもアフリカから見るとです、ね、必ずしもそうではないということもあの少なからずあるわけですね。まあ、植民地自体の話は置いておいてもです、ね、その植民地から独立した後もです、ね、しばらくは。 最近あまり使わなくなりましたけれども、侵食民地主義、ネオコロニアリズムという言葉があって、ですねこれはどういう文脈で言われたかというと、政治的には独立を達成したけれども、経済的にはですね以前と変わらない、先進国、またこと企業によって支配をされたままであって、全くそれは変わっていないといったようなですね意味合いで使われていて、ただこういったあの言葉というのは、ですねあの90年代以降はあまり使われなくなりました。やははりそれはですねそのアフリカ諸国が 西側諸国にですね、まあ、経済的にまああの言うことを聞かなきゃいけない状況になってきて、まあ、そことの友好関係を保っていくということからも、それ以前であれば、ですね、まあ、新種国民主主義とかという言葉を使って、西側諸国を批判していたような政治的なリーダーもかなりいたんですけれども、まあ、言わなくなったといったようなことが、要因として挙げられると思いますけれども、まあ、そうしたことはですね、あの一面の真実ではあったわけです。で先ほども言っったよようににですねその民営化によって 結局、利益の大部分を吸い上げてしまっている企業もあって、ですねでそこの周辺に住む人たちには健康被害とか農作物の被害かりがまなに生じているなんてことを見ると、ですね決してその欧米諸国のイメージというのは良いものではないケースがあります。なぜそのアフリカではですねあのイスラム原理主義のような、ですね関係派のような、ですねそういったものが精力を持っているとかですねあの。日本から見ると非常に理解が難しいと思うんですけれども、必ずしもその欧米諸国は正しい存在であるということではなくて、 でそういうふうなねあの言葉っていうのがなかなかの見ていくと伝わってこないということがあると思います。で多分この辺に関してはあの当たるオリ先生の方からも補足があると思うんですけれども、そうしたことで言うとですね、まずはそのアフリカの事実情よく見ていくと決してですねその経済成長をしたからといってですねあの良くなったとかというと全くそんなことはなくて、でその見方というのもですね結局その欧米目線 まあ、中国や日本もまあ一緒だといえば一緒なんですけれども、その資源がそこであの手に入るということから言えばです、ね、非常にそこに対して投資が行われていて、好調であるということで、まあ、それに住んでしまうんですけれども、そんなに単純なものではないということはあの申し上げておきたいと思います。と,ということで、一応予定している話、ちょっとあの時間があのゆよるも短くて終わりましたけどこれでよろしいでしょうか。では、これで終わりにさせていただきます。 小泉先生からあのアフリカに対するご自身の研究の成果のお一部分をご紹介していただいたわけですけど、じゃあ、小泉先生あの、すごく大きい、えー、国際経済、国際貿易という観点から、少しご意見を述べていただければと思いますよろししくお願いします。 どうも大槻先生ありがとうございました。では、ちょっとあの画面共有させていただきます。いかがでしょうか？大丈夫ですか？はい、それではあの今、あの大槻先生からあのベース報告をいただきまして、大変勉強になりました。 あの、振り返ってみますと、私は2005年からこの大学のお世話になっておりますが、当時はなんとあのアフリカの専門の方が4人もいらっしゃって、あの、学長、学部長、それから大月先生や沢先生ですね、4人もいらっしゃったということで、もう日本の大学の中でアフリカ研究の一大拠点なんていうことも伺ってたんですけれども、 今あの、えー、その中でも皆さんあのご退職になって、大津先生だけ、あのえーえー、アフリカ研究のですねあの、えー、伝統を守っていただいて、まあ、今日はのそのエッセンスを伺わせていただいて、大変勉強になりました。ありがとうございました。あの私の方からはですね、あの大津先生のご報告の、まずあの、よ、え、う、ー、要約をさせていただいた後、若干の グラフとかも作ってありますので、それをご紹介しながらコメントに変えさせていただきたいと思っています。まず、大月先生の方からですねあの、4つのパートに分けてご説明いただいたと思います。アフリカ、かつての成長しない大陸と言われたアフリカが、2つ目にはですね、2000年代以降には経済成長に乗ったということですが、ただし、大月先生、 えー、かなり否定的な目で見ておられまして、あの一次産品価格ですね、資源価格の高騰に乗った、えー、その部分が多いのではないかというような分析でございました。そして3番目には、その資源ビジネスの問題点をです、ね、いくつかご説明いただきました。ただしそのの中でもあの 明るい兆しはあるということで、BOP ビジネスですね。ベースオブザピラミッドビジネス。これについて、ご説明いただいたという流れであったかと思います。で、あの、大津先生のこのご報告の流れに沿ってですね、少しグラフなども取り混ぜて、たどってみたいと思いますが、これ一番最近の経済、 見通しなんですが、IMF の,あの経済見通しですね、1月改定されたものです。えー、この右下のところにサブサハラのアフリカですね、えー、成長が出ております。えー、昨年が4%、今年が3.7%、えー、来年4%の見込みになっておりますけれども、えー、これはの世界平均と比べますと、ですね世界全体、このほうが左側にございますけれども、 ええー、まあ、大体世界平均並みですね。今年来年、2022年、23年のあたりですね。ええー、一方、あの、東アジアって言いますかですね。あの、えー、ちょっと上の方に、ごめんなさい。ちょっと戻りますと。ええー、いや、もう一行っちゃったのかな。 一番右側ですね、右側にあのアジアが出ておりますけれども、アジアに比べますと、えー、3分の2ほどということになります。えー、アジアはやはりまだ高成長が続いておる。まあ、アフリカの立ち位置としては、あのまあ、世界平均並みで、それから中南米あるいはあの中東。えー 中央アジア、そのくらいの成長率で今推移しているというところがあの国際機関の予測ということでご紹介しておきたいと思います。で、えー、次はですね、これはの私が世銀のデータから作りましたあの GDP の実質成長率のグラフです。まあ、開発経済とといますともうあの アフリカ、それから東アジア,アジアですね、それから中南米というのの定番の地域,地域割になりますけれども、アフリカの成長率の線というのは真ん中の青い線です、青い線なんですね、それから一番上のグレーの線が東アジア、太平洋ということで、日本のような高所得国は除いてあるということです。 それから一番下のオレンジ色のラインが、これは中南米、それからカリブ海地域なんです。この25年間、アフリカの位置というのは東アジア、それから中南米の中間くらいということですね。確かに大津先生おっしゃるように、資源価格が好調,が好調の時にはアフリカも成長しますけれども、その他の時 例えば1990年代終わりのアジア危機のときとかですね、2000年代終わりの世界金融危機のあたり、これはやはり世界平均並みに落ちてくるということを見て取れるかと思います。というわけで、アフリカの高成長とは言ってもです、ね、まだまだ東アジアの成長率には届かないといったところが、グラフでは見ていただけるかと思います。 それから資源価格についてはですね、これは CRB インデックス、19品目ですね、エネルギーや農産品、それからメタルですね、金属などを含めた19品目の総合指数ですが、これ見てみますと、この過去1年で右肩上がりで上がってきております。今、だいたい280を超えたあたりになってきているんですけれども、 これは実は2015年くらいまでですね、7、8年かなり高かった時代を見ます。300超えた時代もありますので、それに近づきつつある。ということは、アフリカにとってはですね、一次産品価格が上がってきまして、成長には追い風になっている。そういう状況も見て取れるかと思います。これは一次産品の価格ですね。それからもう一つのこれあの、えー 1> 1人当たりり所得のグラフになっておりますこれも先ほどと同様にですね、サブサハラアフリカと、それから東アジア、それから中南米を表したグラフなんです。えー、と1995年からです、ね、約25年間、四半世紀の動きです。この一番上のオレンジ色の部分、これが中南米なんですね。 で1995年、えー、ですと、1人当たり GNI、えー、国内、えー、国民総所得で6000ドル前後。それがあまり上がってないですね。あのえー、2000年頃になっても8000ドルくらいということで、長い方はあの高くないですね。で、あの真ん中の青い線が、これが大変上がってます。これが東アジアということですね。 えー、スタートの1995年くらいですと、まあ、アフリカとほとんど変わらなかった、えー、これがなんとも中南米のお、えー、所得水準に、まあ、近づいても、ほとんど追い越しているというところまで来ております。それに比べると、アフリカはですね、えー、スタートが1000ドルちょっと、でえー、エンドが、ね、2020年には1500ドルくらいということで。 確かに成長はしてますけれども、非常に緩慢な成長にとどまっているということです。逆に言えば、まあ、東アジア的な発展に近づけばですね、中南米に近づくことも夢でないということが言えるかなというふうに思います。それから、これ、水口先生からのご注文ありまして、人口のですね、あの動向もこの3つの地域で作っておきましたけれども、 アフリカ同じようにあの真ん中の青い線ですけれども、あの中南米、一番下のオレンジの線に比べると、やはり人口増加率は高い。えー、まあ東アジアも増加しておりますけれども、それに近い増加率で推移しているというのがまあ人口増加の動向でございます。それから後でまあとでコメントのと,のところでもつかせていただきますけれども、 あのアフリカというともう本当に債務ということですね。債務問題というのがあの、えー、散発して苦しめてきたということですが、まあ、最近どのようなあの政府の GDP 債務比率ですね、どんな位置にあるかといいますと、一番右側がサブサハラアフリカです。 2021年現在では70%くらい、GDP の70%くらいということで、そのお隣の南アジアや、ですねあるいはあの3つ向こう側のラテンアメリカ、えー、と比べて若干低そうに見えますけれども、まあ、あの世界のいろいろな地域の中では高い方の部ルーになって、えー、まだまだあの債務、えー、債務。 えー、では、あの脆弱な体質にあるというのはあの、サブサハラアフリカではないかなというふうに見ていただきます。えー、ということで今、今、大月先生のベース報告とですね、それから補足のグラフ等を見ていただきまして、あのコメント代わということで、アフリカの経済成長について、えー まとめてみますと、まあ、一つはあの経済成長のスタイル、アフリカの経済成長のスタイル、どんなものがありうるのかなということです。えー、あの大月先生もご指摘ありました BOP ビジネス、Base of the Pyramid Business ですね、えー。これはですねあの、えー、アフリカのような場所では、あのえーまあ、インフラはまだまだ不足しておりますが、 あのしかしながらあの、世界の最先端のものをです、ね、取り入れて、もうそれに一足飛びに乗った成長というものができるということで、よくデ、ま、ィ、あ、ープフロッグなんていうんですけれども、まあ、カエルが高いところに飛びつくなんていうことで、ディープフロッグなんて言うんですね、具体的には例えばあのスマホとかですね、それからドローン、えー、これを活用したあの生活のニーズやビジネスのニーズ。 これも使うことができる、それがアフリカの現状の一つじゃないかなと思います。日本ですと、まだまだガラケーを使っている人もいますけれども、アフリカですと、なんと国民の一人一人がですね2台携帯を持っているような国もあるということで、1台はプライベート、1台は。 ビジネス用とかですね、そういった形で、まあ,あの先進国ですと固定電話なんていうのがありますけれども、アフリカですと固定電話を作っているが暇がないということで、もう一足飛びにスマホや、あるいはもうドローンを活用してですね、インフラの未整備分を。あの 補填するような形でビジネスの展開もできるということで、これも新しい経済成長のスタイルではないかなと思っております。それからもう一つの資源依存脱却ということですが、やはりアフリカが東アジアのようにですね、高成長を目指すとすれば、やはり製造業、例えば自動車や電子、電気といったような本格的な発展も を考えざるを得ないといととうことですで、まあ、東アジアは今までキャッチアップ型の工業化が進めてきたとよく言われますけれども、まあ、アフリカ版のです、ね、キャッチアップ型工業化というのも考えている必要があるかなと思います。東アジアの経済発展の中では、まあ、日本を皮切りにして、それから70年代、80年代あたりからは、最初はニックスなんて言ってましたけれども、 それから名前改めてニーズですね、新興興業国、韓国、台湾、香港、シンガポール、そういった国々が発展の途上に乗って、それから中国や東南アジア、その他の国々も発展になってきた。で、現在では東アジアでサプライチェーンができているという、そういった形になってますけれども、アフリカでも不可能ではないですね。 ということで、自動車産業でも電子、電気でもですね地域のサプライチェーンを作るという形でそれを補佐するものとしてアフリカでいろいろと計画されている地域等もです、ね、大きなものとしてアフリカ全体の AFTA ですかアフリカ大陸自由貿易圏というのがありますけれどもその他の東アフリカ、中央アフリカ 南部アフリカ、西アフリカ、いろいろな地域,地域統合が計画されていますが、そういったものに乗って、ですね、東アジア的なサプライチェーンを形成していくという形に乗れば、ですね、アフリカも本当の経済成長のルートに乗るという時代が来るかもしれないという見通しもできるかなと思います。 一方ですね、もう1つ目なんですけれども、経済成長のボトルネック要因としては、大月先生もご指摘されていましたような社会不安というものは、どうしてもアフリカ猫流のリスク、大きなリスクとして挙げざるを得ないんです、ね、あので、国内部族の対立というものがあります。アフリカあの、多くの国は独立して60年以上経っておりますけれども、あの えー、旧植民地からの独立にあたって、えーえーまあ、植民地の事情をですね反映したような国境線が引かれてしまったということです、す、えーまあ、アフリカ現在、60カ国弱独立国あると思いますが、なんとあの部族ということでは1000近くあるということで、あのこれも社会不安の一部になっている。 えー、もう昨年から今年にかけてもです、ね、あのエチオピア、マリとか、まあ、ソマリアも昔からですけれども、もうあちこちで、えー、国内、えー、内戦ですね、内戦が頻発している、えー、こういったまあ植民地時代に起因するような、人為的な国境に起因するようなあの社会不安というものは、どうしてもあの認識しておかなくてはならない。 その感激をついて、イスラム感激派といったものもですね、暗躍して、ビジネスの発展を妨げている。こういったボトルネック要因があるかなと思います。もう一つは、先ほどグラフでも見ていただきましたように、債務管理の問題ですね。特に今年から来年以降にかけて、アメリカ、ヨーロッパはじめ金利がだんだん上がってきます。 過去の経験からいきますと、金利上昇で、こういった債務国、高債務国は、えー、またまたあの債務危機になったりとかですね、えー、脆弱な状態になってくるかと思います。そこをどう乗り切っていくか、今後はあの債務管理も本格的にやっていかないといけませんし、それからまあアフリカの人たちも、えー、今までの援助で、じゃあどれだけ貧しい人たちが、 えー、救われたのかという反省を踏まえてです、ね、で、えー、これあの、炎上依存ではいけないということは、皆さん思っている、そういう人も多いかと思います。えー、本格的に援助から投資へ、まあ、キャッチフレーズで言いますと、ビヨンドエイドなんていうキャッチフレーズあるようですけれども、えー、こうやってあの、自助努力によるですね投資主導の経済というものを見通していくために、債務管理もきちっとやっていく。 えーまあ、これもボトルネック用の一つかなというふうに考えます。まあ、左下の方にあに期間とのですね、あのえー、ロゴをつけさせていただきましたけれども、今年はあは3年に1度の、えー、アフリカ会議開かれますんで、こ、まあ、今年はあの3年に1度なんですけれども、あのアフリカの方でね、チュニジアで開かれているということで、 まああの夏にかけていろいろなイベントや行動があるかと思いますけれども、我々としてもあのアフリカの経済,経済成長、えー、これに目を向けながら、今年は勉強していきたいなというふうに考えています。以上、簡単ではございますけれども、私のコメントに返させていただきます。どううもあありりががととごござざいいままししたた ウ先生、ありがとうございました。ウ、え、リ、ー、先生あの、国際経済政治、それから、えー、援助というところ、ご長書の翻訳も結構終わりなので、そういう意味で、えー、組み込んだ、えー、お話を聞かせていただきました。ありがとうございます。あの、えー、今お話の中で出てきた、えー、なぜアフリカの経済成長というものを我々は意識しなければいけないのか。 というところで少しあのお話を続けていければと思うんですけど少なくとも今のお話を聞いていると国際社会にとってアフリカの重要性っていうのは、えー、国際社会国際経済の健全な発展をする上でやはりこのアフリカというところの、えー、発展 えー、そういうものでいろんなリスクが起こることを抑えるということがまず一つ重要だということだと思うんですね。から2番目にあの日本というところで考えると、やはり、えー、どうしても日本はあの天然資源というところに、えーまあ、ある意味での不安を感じているところはありますから、そういうウィンウィンの関係を作るためにも、えー、天然資源の供給地であり、なおかつ日本が、えー、産業を進めていく巨大マーケットである。そういうい 観点で、まあ、日本もあの人材育成とかですね、それから、まあ、ある意味で産業の対応多角化とかそういうものにもこう協力している経済も付加価値をつけるような、そういう方向に努力をしていこうとで、先ほど言及があったティカドというのがまさにそういう展開だと思うんですけど、どうでしょうか、あのえー、っとまず一点、資源の問題からあのちょっと確認したいんですけど。 えーまあ、情報化社会という形でこう展開されてくると、本当にあの有数なあ資源、天然資源を持っている国がここでは多いですよね。ですから、今後、この、えー、資源をどのような形で、えーまあ、この国々が出していくかということが、まず、えー、一つのポイントとしてある。だけど、そこは大月先生がお話になられたように、こうえー、逆に経済発展のいずみを生んでしまう可能性がありますという話ですが。 お月先生この、えー、国際社会の中でどん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 こう資源というものを求めていく中国の入り方とかそういうものについてどうですか今お感じになっていることをちょっとなんかコメントとしていただけますかそうですねあのやはりあのアフリカの経済成長の陰でというかです、ね、それの、まあ、立役者といってもいいのかもしれませんけれどもあの目立つのは中国の動きですね、うん、中国に関してはやはりです、ね、国内事情があって 資源の需要がすごくあの伸びざるを得ないというか、その経済成長を達成しなければ、国そのものがです、ね、損失が危うくなるといったような多分危機意識もあって、ですね、かなり露骨に資源を取りに行ったわけですね。でそのことはそのアフリカ諸国からもです、ね、反発を買うような面が、時にはあるような、かなりことことをやっていますけれども、例えばですね、エビドギニアという国があります。こ、はい、の国はですねあの、石油が取れる国で、ですね、かつては西側諸国。 との関係が深くて、そちらに主に輸出をしていたわけですけれども、あの軍事政権ができて、ですねあのかなり人権侵害などがあったときにです、ね、そういった西側諸国は、まあ、経済制裁というかです、ね、それ距離を取ることをしたわけですね。でどううしたかというとい中国が入り込んでいって まあ中国のメリットというのは、まあ、自分たちの国もそうだからということなのかもしれませんけれども、その政治体制とかです、ね、人権の問題とかっていうことをです、ね、意識せずに、政治、認識が不だから、目をつぶって入っていけると、で逆に西側諸国の場合にはです、ねあの、かつてはあの東大冷戦の文脈の中で、在、ま、留、あの盲物政権を支援してきているとかです、ね、問題がある政権であっても支援しているケースがありましたけれども、まあ、東大冷戦が終結した後はですは、ね、かなりその人権侵害とか、軍事政権とかに対してはですね、あの 厳しい態度となななっているということがあって、まあ、そういった感激をついて、中国も出ていったということだと思います、うんあのね、今お話しにった、えー、中国に対するアフリカの国々の批判、まあ、ある意味ではあの対外援助の実績とか、そういうところで、まあ、非常に負担が多い、えー、借金を背負うような形になってしまう。 逆にあの評価されるところは、安い賃金で、安い,あ安いあのコストでインフラを整備してくれるというのはねあの、非常にこう、難しい、その国々、その地域によって違うと思うんですけど、手元でね、ちょっとこう、例えば将来あの、パートナーとしてどの国を選びますか、みたいなアンケート調査のものがあったんですけど、それちょっと見たときに、第一位がやっぱりああのアメリカなんです、あ、それ以来、中国なんですよね。 56%ぐらいがこうアフリカの中で、えー、人々の中にこう将来パートナーとして中国がいいみたいな話になってきているという状況でやっぱりその、えー、今のアフリカの人たちから見るとあの日本とかそれからそうですね、えー、イギリスやフランスというところはやはりまだまだこう距離感があって身近なところに中国の姿っていうのがあるというふうに考えていいですか えっとですね、誰の目線で見るかによってはかなり違ってくるとは思うんですけれども、政府のレベルでいうとです、ね、中国を批判することはほとんどありません。なるほど中国がです、ねまあ、投資とかさまざまな経済という部分においては、うん、あの重要なパートナーであるので、うん、まあそれはだから政府レベルでは歓迎をしているわけですね。で実際、それによってです、ね、恩恵を受ける人たちも少なからずいるわけですけれども、ただですね。あのー 中国もそうなんていうか、良心的にビジネスを展開しているわけではないので、それを批判する人たちはいるということで、必ずしもその中国によるそのあの経済協力とかですねあの、投資といったようなものがアフリカ諸国の将来にとかわかっていうと、なんとも言えないというか。そうですねとうすえとそういう形でいうとこの、えー、アフリカという国がこれから発展をしていく、先ほど、オリ先生からも。 工業化を起こすにはやっぱり自動車みたいな産業というところの,あの言及もあったわけですけれどあの資金それから労働力マーケット技術といったときにやはりあの技術力があの本人たちの能力とも関わるんでしょうけど、えー、しっかり工業化を起こせる技術がある国とそうでない国かなり差があるでそういうところにやはり、えーと 関わっていく日本の在り方っていうのは、これについては何かご助言ありまっと工業化に関しては、ですねやはり私はかなり悲観的というあ。はいうん、というのも、アフリカではですね工業化をやってこようとして失敗をした経験が山ほどあるんですね。確かに先ほどみたいにですねあの最新鋭の技術を導入することによって一気に差を埋めるというふうなことも、うんまあ、考えられないことはないんでしょうけれども、結局ですね。うん、あの 世界経済の,その全体的な配置というか、それを考えてみると、まあ、先進国と途上国があって、その途上国の中の一部がですね先進国に今近づいていって、成功したという今状況ですよね、うん、アジアが成長して。そうすると、これからその工業化しようという国にとってみれば、ですねで、うん、に工業が成功している、先行している国がたくさんある中で、アジに入っていくということはですね、 まあ、なかなか簡単ではないだろうという気がします。日本の工業フォに関しては、賃金が安いとかですね、うん、有利な側面がある部分もないことはありませんけれども、多分それでは不十分で。あの、折先生、どうですか今あの、アフリカに関して、ある意味のスケールを決めて、そこで、えー、あ経済の発展というのは考えられるかもしれないというのを言及なさっていらっしゃいましたけど、あの、 今、堀井先生の話とちょっとあの大月先生が違うニュアンスでお話になられてますけど、なんかこの辺に関してのコメントありますかですねあの、やはり自動車や電子、電気っていうのは裾野が広いんで、うん、本格的に東アジア的な発展を目指すなら、そういう方向にいかないと、高成長は望めないということですね。は で、まあ、東南アジアの場合ですと、まあ、あの、先生方お分かりのように、あの、欧米や日本からあの直接投資が行ってですね、で、まあ、中には日本から部品を持っていく場合もありますけれども、次第次第に現地の部品メーカーが育ってくる、サプライチェーンができてくるということですね。ですから、例えば、まあ、あの東アジアから近いところでは、東アフリカがありますけれども、あの、 一気に全部サプライチェーンを作るというのはまず無理なので、うん、あの輸送コストに見合うようなフラグメンテーションというんですけれども、あの製造工程の一部ででも東アフリカで立地していけば、それが起点となって次第次第に東アジア的なネットワークができることも夢ではないという。 一番初めに大月先生が話したアフリカって一つで考えるなよっていうね、そういうねそういうい要素ですね。はい。あの、えっと。ですね、うん、あの中国はそのインフラの整備とかの投資でも目立っていますけれども、もう一つやっぱ目立ったのは中国製品なんですね。はいはい。だいぶ立ちますけれども、そのアフリカにですね、まあ、中国、まあ、他のアジアもそうなんですけれども、まあ、大量にその中国製の製品が輸入をしていってですね、 その結果何が起こったかというと、現地のアフリカの工場が潰れるということが起こってたというのです、こ、うんうん、の辺なんかはやはりその、まあ、アフリカでもなんとか生産できるようなものをです、ね、あの軸にして根拠を起こしていこうとかっていうことを全く逆行していてです、ね、うん、そうすると、まあ、ある意味でもライバルが強くなりすぎてしまっていて、うん、確かに中国にしてもアイジアにしても所得が上がってくることによってです、ね、あの別の部分ではあの。うん 優位がアフリカに生じるかもしれないけれども、もうすでにその技術力とかですねあの、いろんな部分で差がつきすぎてしまっていて、うん、もう太刀打ちできないような状況で、じゃあ何を工業化するのかっていう話なんですね。あなるほどね。商品的に開発するものがなかなか厳しいということでしょうね。例えば、一次産品とかがやはりまあ中心の経済ということであればですね、まあ、それを多少加工するとかあ、六次加工というか、そういう形ですかね。うん、例えば、どうちょっと話をあ,あの はい、例えばカシューナッツとかを、ね、加工をして、それをだからあの、まあ、先進国の、例えばスターバックスとかですね、モディマとかに輸出するといったような工場が作られていたりとかもするんですけれども、うん、でそういった工場を手掛けていた日本人の人は、ですねあのできるだけ雇用を増やす機会とかを導入しなくて、人間がやれる詰めてやるといったような、そういったビジネスの展開をしていたわけですけれども、うん、そういったそのものでなんとかなる部分はあるんですけれども、ただそれはあの全体から見れば、やっぱり一部でしかないかなということです。 そうですね産業的にやはり部品を作ったり、そういう進むのが広がらないような状況になってしまうということですよね。もう一つ、あのアジアとか、それからまあ中東地域にも関わる話なんですけどあの、社会的不安という意味で、社会的不安があれば、そこに外資が導入されるということ、投資されるということがなかなか見られないという状況だと思うんですけど。 あのまあ、アジアの場合はね、そういうところでだんだん落ち着いて、先ほどありましたね、農業の発展から、あのそういう安定した政治が取れる、まあ、開発独裁的な形で、えー、政治が落ち着いた部分もあると思いますけど、アフリカのやはり、社会不安というのは、先ほど、織、え、地、ー、先生からも言及があった、えー、部族とか宗教というところの貴族意識、そういうものがあの非常にこう色濃く出てる。 そういう風土を持っているということを認識していいですかこれはどうですかなぜ社会不安がこうえいろんな地域でそれぞれの、まあ、問題が違うんだと思いますが出ているということを感じになりますか、はい、そういったいわゆるです、ね、武徳対立かと言われていたようなです、ね、問題というのは他の地域よりもあの深刻だと思います。うん、で資源があることがです、ね、あのもプラスにならないということがアフリカではしばしば起こっていてです、ね、まあ、最近でもその資源をめぐってあの内戦が起こったり。 というなことがあ,のある国があるわけですけれども、まあ、その際にもです、ねあの、もともとその民族的や文化的、宗教的な部分で対立をしているグループがいて、でその一方がです、ね、あのその資源を独占をしたりです、ね、自分たちの地域からそこから辺の利益を持っていってしまうとか言っていることがあった場合にです、ねあの、かなり内戦につながっているというケースがありますから、そういった意味で言うと、まあ、どちらが先かということは難しいんですけれども。あの やはり国全体が貧しくてですね十分なパイを配分することができないとそれをめぐる争いが激しくなっていってでそれがまたその経済の足を引っ張っていくといったようなです、ね、悪循環が生じているといったような見方ができる。パイ、うん、分配がうまくいかないからのちょっと中東でも見られますけどあの、まあ、ネオディズムが非常にこう強くてあ,のある一定の方のところだけにしか利益が落ちないある一定の部族とかある一定の人々しか落ちない。そこにまあ えーまあ、公平性とか公正性が実現しないという市民の声が上がってきてあ体制がこう揺らぐという,ような話も見られますね。やっぱりそこはあの我々こう西側の人の援助の中で、えー、ガバナンスとしてそういう、えー、ちゃんとした、えー、公平性公正性を作りなさいというような形で。あの 相手に要求していくこれ自体が難しいっていう感じをあの実際の援助に関わっている人たちはおっしゃいますけど、ここは大月先生どう感じますかやはり、まあ、あのそういった伝統と言っていいかとか分かりませんけれども、ね、そういう傾向はあの昔からありますうん。顔の見えない援助みたいな形でよく言われてたように、そういう一方的に基準をつけて、こういう形ができないと援助はしにくいっていうような形で、 進めてきた、あの国際社会もあると思うんですけどね、やっぱりそこは。そういう強制性というのが、逆に。アフリカの発展を。妨げてしまったっていう感じですかね。それはどうですか。援助はやはり金額が大きいので、目立ちますけれども、基本的にですね、あの。話も悪い側面ばかりではないと思うんですけれども、その、なぜその,あの。腐敗とかですね、汚職とかがなくなるのかっていう部分では、あの。 しっかり考えていく必要があると思うんですね。まあ、一つにはやっぱその共同体の伝統というかです、ね、非常にその遅延とか血縁というものは密接なものなので、やはりそれの論理を無視をしてです、ね、あの官僚的に何か物事を扱っていくということは難しいということがあります。うん、やはりあの非常に大きなです、ね、あの日常生活のレベルで手にできるです、ね、あのお金から比べると、大きな金額が動いたりするので、やはりそれの魅力もあるというふうなこともあります。それからです、ね、あの結局はあの いつ何時その空ーが起こって、ですね政権が引き継いか分からないという状況においては、ですね、まあ、政権指導者そのものが、ですね蓄財、うん、に走って、水イ銀行などにいっぱいするということを始めると、ですね、まあ、トップが腐れ,ればみんな腐りますから、うん、そういうことが行われてきた結果、ですねあの政府のトップから末端に至るまで、ですね、まあ、日常的に、その 賄賂を受け取ったり、ですねあの不正を行ったりすることによって、宿題をするという傾向があって、でうん、特にその末端の,、ね、あの公務員なんかの場合には、ですね、ま、と真面目に仕事をしても、ほとんど食べていくるに値しないような給料しかもらえないに,あたに対して、ですねそこで不正とか見逃しをすれば、ですねかなり豊かな収入が得られるという,ようなこともあって、なかなか根絶は難しいですね、うん、ただそれをなくしていかないと、結局はそうですねだめということになりますね。うんあの 堀先生あの、今お話があった国際社会において、堀先生はアフリカというところをどういう,どどう,いう形でこれからこう発展させていくべきなのか、まあ、工業化という形で地域スケールを決めてつながっていくということはあるんでしょうけど、全体的にかなり人口も増加していくし、重い 今みたいな文化とかいうのは強くこう色濃く残っていて、紛争とかそういうものも絶えない中で、例えば、あの、さっきお話し出てた西サハラなんかはもう今度フランスが撤退してしまって、今日話題になっているロシアの民兵組織が、あの、そこの管理を、ね、マリなんかに入るという話も出てますけど、どういうふうな形でこうお付き合いしていけばいいと思いますか アフリカという国やっぱりティカ a d の、えー、形で日本なんかが付き合っていくような、まあ、ある意味でのインフラ整備とか技術移転とか産業の多様化というような形のつながりという形になりますかね。<laughs> まあ、日本としてはあの、えーまあ、ティカ a ドというフレームワークがあるんでですね、まあ、これも使いながらそれから、あのー、欧米や中国の援助と比べると 地味ですけれども、真面目な援助の努力を続けてますんでですね、細々とですけれども、あのこういった政党、えー、的な援助を、ね、続けていって、えー、ぜひアフリカの経済成長の、えー、力になれればと思うんですけれどもね。はい、ありがとうございます。なんか本当にいろいろ問題があるんであの、東アジアのように。えー えー、短期間に経済成長するっていうのは現実的には難しいかなと、うんね、長期的に見,、はい、見ないといけないですうかね。尾、はい、月先生あの、最後のまとめ、どういう形になってしまうかもしれませんけど、尾月先生から見た、えー、国際社会としてのまずアフリカの付き合い方、それから、えー、日本としてのアフリカの付き合い方について、えー、ちょっとお話をしていただければと思います。から、えー 今日、ズームで入ってらっしゃる先生方に関しては、その後、ちょっとこう、また、大月先生のまとめを聞いてから質問するような形になってしまいますけど、あのそういう時間を取りたいと思います。じゃあ、大月先生、すみません、今日の話のまとめということでお願い申し上げます。 そうですね、あの欧米諸国などとのアフリカの関わりとことで見るとさまざまなチャンネルというかあのものがあるわけですね。で一方では露骨にその資源を目当てに入ってきてです、ね、あの利益も奪っていってしまうような企業もあれば。 あるいはそのキリスト教のチャリティの伝統がありますので、さまざまな援助とかです、ね、そういった取り組みを行っている人たちもいるわけですね。なんで、簡単にひとまとめで言うことは難しいんですけれども、それでもです、ね、やっぱりアフリカに対する目線とかですね関わり方っていうことで言うと、世界全体的にははやはり冷たいなという感じはします。うん、結局はその資源とかが得られればよくて、その資源を巡ってです、ね、その現地でさまざまな紛争が起こったりとかっていうこともあまり目を向けていないし、もちろんそれが非常に悪化をしてです、ね、でその供給そのものがあの、 途絶えてしまいなことになるのは困るけれども、多少そこに住む人たちがですね、あの苦しもうがですね、何か問題が起ころうが、だか資源が入ってくればいいといったようなですね、そういうなんかあの冷たさみたいなものをですね、あの個人的には感じています。はい。もうちょっとですね、やはりそのアフリカでもね、もっと目を向けないとですね、結局あのその失敗回数はですね、みんなに返ってくるんじゃないかという感じがします。うん、例えばですね、あの、まあ、い 今の新型コロナウイルスの問題というのはです、ね、その一つの象徴になるんじゃないかなという気がしていますけれども、もともとアフリカの医療に対するです、ね、先進国の態度というのは、あの非常に冷たいものがあったわけですね。うん、例えばあのエボラ出血熱というアフリカの地域限定で流行している病気がありましたけれども、まあ、これに関するです、ね、ワクチンとか治療薬の開発というものがほとんど進んでこなかったんです。でなぜかというと、それはアフリカ局所的なものなので、それを開発しても全くお金にならないという。 まああのエボラ出血の場合にはですねあの空気感染はしませんから、他の国に入っていくということはなかったわけですけれども、で今回のです、ね、あのコビットに関して言えば、ですね例えばまあ南アフリカ、金河とか分かりませんけれども、南アフリカからですねあの新しい変異株が広がっていってということが起こって、ですね結局は例えば先進国や豊かな国だけがですねワクチンとか薬を独占をしていても、それでは結局、本日につながらなくて。 アフリカとか途上国で残っていると、そこでまた変異が生じてですねということから見ればあの、それをもっと地球規模で対処していかなきゃいけないという部分では、ですね関わり方の変化のきっかけになるのかなという気はしています。以前は、ですねあのエイトなんかの治療薬でもですねアフリカに安く供給するということが大変だったという事態もありますし、あ,<ー>あるいはで貧、ねねね、しい人たちが多いことを言いよい,いことにですね人体実験のようなことをして、 うん、知見にものすごく費用がかかるものですから、あの新薬の開発というのは、ですねそれをだから欧米企業がですねあのこっそり知見を行っているというケースもあったりということが言われてますので、そうしたなんかかかり方というと、やはりあのちゃんと人間と人間としてです、ね、や、うん、っていない部分が相当残っていて、そこからまず変わっていくという,ふうなことがない限りは、ですねなかなかあのアフリカも厳しいのかなというふうに僕個人的には思っています。うん 日日本本としてはどうですかのの今のあです、ね、あのそういった意味でいうとです、ねあの、アジアなんかで比べれば、アフリカの関係っていうのは比較的あの少ないということもあってです、ね、そういう露骨な形での,あの利益の追求みたいなものはそんなにはないんですけれども、逆に言うと、やっぱり無関心とかです、ね、あまり関わらないとか、特にそのリスクの問題がある場合にです、ね、ほかが出ていかないっていう部分がありますので,で、それはなんか日本全体がすごく内向きになっている部分があって。 なんかそれはなんかあの、そこが変わらないとっていう、うん、あとはもしくはですね、その若者でもやっぱ関心を持って,て出ていってる人たちがいるので、そういった人たちを支援するようなですね、ネットワークとか、体制作りといったものができていけばいいけれども、なかなかやっぱそこまでの余裕がなくなっているような状況じゃないかなって感じがしています。ありがとうございました。はい、非常にこう、わ、え、れ、ー、が見ているアフリカというところを、もう一度その再検討する。 っていう必要性もあのあるなっていうのを感じさせてくださったお話だったと思います。じゃああの本当にちょっと時間が過ぎてるんですけれど、あの、えー、大月先生にあのお話をおしていきたいというふうにお手を挙げてらっしゃる勝己先生どうぞあのお話していただけますか。勝己先生どうぞ、うん。はい。あの私は本当にあの、えー、大月先生のお話を最後さい 最終購入を伺いたいと思ってあの参加させていただいたので、あの本当にこう1997年からご一緒だったんでしょうか、もうあのかなり長いことをご一緒させていただいて、本当にありがとうございました。そして、えっとまあえっと、何か言った方がいいんですかね、あのご講義非常に勉強させていただいたんですが、まあ、アフリカのこれからの可能性の中で BOP ビジネスに触れてくださいました。 私はこれはあの非常に国際学部にとっては重要なポイントになるあの言葉かなと思ってあのお聞きしています。で私自身もあのサバティカルで2010年にあのアメリカに行かせていただいてその時にやっぱりその半年間ですがまあ公共政策大学院でまあレクチャー授業を持たせていただいてその時にやっぱりあの まあ、BOP ビジネスも含むあのインクルーシブビジネスなどについてと平和との問題ということを扱いましたで。参加してくれた学生たちが、まああのえー、公共政策大学院の要するに国際公共政策大学院って国際学の学生がほとんどだったんですがそこになぜかビジネススクールの学生たちも来ていてでビジネススクールではこういうことを教えてくれないんだよっていうふうに言っていたのがすごく印象的でした。で あの実際にあのビジネススクールからもお招きいただいて、えーとえー、っとあのフィラデルフィアにあるドレクセル・ユニバーシティのビ,ビジネススクールでもこのお話を BOP ビジネスとかインクルーシブビジネスのお話をしたんですがやはりビジネススクールの、まあ、方たちからあまり理解してもらえなくてやっぱり国際学部だからこそこういうことをやに目がいくんだなということを。 非常に感じましたで、えっと、そういう意味ではあの、まあ、今日の大月先生の言葉っていうのはすごくあの国際学部にとって貴重なお話だったというふうに感じます。であとお聞きしたいのは政治,国あの政治学のご専門なので、えっと、その部分であの民主化が本当に欧米の押し付けた民主化っていうのが アフリカにとって本当によかったのかってことを先ほど先生がおっしゃってたんですがそのあたりえっ、ー、とだとするとどういう,ふうなものが良かったのかっていうところはぜひあの専門家の,あのお立場からお話をお伺いしたいところですありがとうございますあの、はい、ちょっと時間が過ぎてしまってますけどじゃあ <laughs> とっても大切な質問が最後にあの今、えー、アフリカだけじゃなくて、えーまあ、自由 民主化という価値の下で、えー、一つの戦争が始まろうとしているかもしれない、えー、権威主義とその自由民主主義を共謀する国々の対立というのが見られている、この本当に先ほど数,数十分前ですか、まあ、1時間前と言っていいんでしょうね、そこで戦争が始まってしまっているという、この中で、国際学部らしい,、えーこういうまあ、研究会が開けているわけです。 あの最後の本当にまとめとして、お、え、崎、ー、先生あの、そういう意味での,あの価値の多元性ということを踏まえて、あの民主主義、自由ということについて、どういうふうにお感じになられるか、少しご発言をまとめていただいて、今日の会議の終わりとしたいと思いますどううでししょうかお願いいたします。うん 欧米諸国ではやっぱ民主主義とか人権とかが絶対的な価値を持っていて、まあ、そういったかあの観点から議論をされていると思うんですけれども、日本ではちょっと多分ちょっと違っていて、ですねで実際そのアジア諸国のたどってきた道筋を見ても、ですねまずは経済成長が先にあって、それから民主化が進むという道をたどってきているということから、でそれがですねアフリカを見る際にも一つヒントになるかなと思うんですね。というのも先ほども言いましたように、ですねあのやっぱ貧しくてで、資源を奪い合っているような状況で、なかなかです、ね、あのみんなが。 力を合わせてということになりづらくて、逆にその資源があることはそれを巡って争いが生じているということになるとです、ね、またその経済成長しなければいけないんだけれども、でもそれによってまあ政治的に民主化を達成していこうという流れが、多分アフリカには向いて適しているんだと思うんですけれども、ね、実際問題としてはです、ね、そこを待つことができずに、まあ、その政治的にもなんかその世界基準のものを持ち込もうということになって、まあ、それがやっぱりうまくいきしないという,ようなことがあるんだと思います。 そうすると、ですねその政治面での問題とそれから経済の問題と両方を解決していかなきゃいけないという、すごく難しい課題を突きつけられていてで、それはすごく難しい問題なので、そこをだから変えていくためには、ですね、まあ、アフリカだけの力では難しいのかなと思います。でさっきも言ったように、ですねあの環境問題にしても、ですねそれからあの感染症の問題にしても、ですねもう地球規模で取り組んでいかなければあのいけない時代だということで、あのそれでそのアフリカ のことをもっとよく理解をしてですねできる限りの支援をですね行っていきアフリカもアフリカで頑張るというなことをですねあの実現していくということから少しずつ変えていくしかないと思っていて、まあ、それは非常に遠い道のりですけれどもそうしていくしかないのかなという個人的にはの印象を持っていいまます、はい、ありがとうございました、えー、今日、えー、本当にその歴史的な出来事が今、世界の中でこの瞬間に起きています。 で、今、私たちがこうやって国際社会を議論できる、うん、こういうような豊かな時間を過ごせているということ、ね、本当にこう、あの恵まれているなという形であの、私自身は感じました。また、あの、大月先生から本当にこう、アフリカに対する温かい、あの 気持ちを聞くことができて、これもまた私の一つの財産です。また、このえー、少なくとも YouTube をご覧になっていらっしゃる皆様もね、やはりそういうアフリカに対する違う、えー、目線を持てるようになったんではないかなと思います。大、えー、月先生に最後に拍手をして終わりたいと思います。大月先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あ<ー>あのお月先生、長い間あの、ありがとうございました。<laughs> ちょっと涙ぐんじゃいます。<laughs> 一緒にまだやりたかったですね。まあ、あの、ことはい、できますから、これからもね。そうですね。あの、はい、一緒に勉強会頑張りましょう。<laughs> ありがとうございました。<laughs> 本当に、オリ先生、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。した失礼いたします。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。